はい、たった今、B2 昇格決定戦、岡山対アルティリ千葉の、一発勝負の昇格決定戦が今終わりました。終わった見たらですね、69対100でアルティリ千葉が、見事 B2 昇格を決定しました。アルティリ千葉を応援している皆さん、おめでとうございます。クラブ発足からですね、わずか1年で、B2 の壁をこう一気に上り詰めてきたアルティリ千葉の皆さん、本当にですね、コロナの環境とか、まあ、創部1年目ですんで、本当にいろんな準備や難しい環境はあったと思うんですけども、最後の大塚選手のインタビューのコメントでもありました。キャプテンとしてなかなかこう、ケミストリーを生むのにすごく苦労したというコメントもあった通りですね、バスケットボールだけじゃなくてそれ以外の周りの環境とかを含めて、1年で、このステージを上り詰めてきたってことは本当にいろんな苦労があったと思います。それだけに終わった瞬間ですね、アルティリ千葉の関係者の皆さんの歓喜の、渦は本当に胸に来るものがありました。本当におめでとうございます。トライフープ岡山はですね、今シーズンレギュラーシーズンの結果じゃなくて、昨シーズン実は B3 はそのコロナの影響で、昇降格がありませんでした。その昨シーズンの2位の結果を受けて今シーズンこの昇格決定戦に滑り込んだ岡山なんですけれども、ゲームとしてはですね、非常に難しかったと思います。こういう、特別な大舞台の中で、スリーポイントパーセンテージがなかなか来なかった。そこはもう本当こういう特別な環境だったんで難しかったことは責めれないかなと思います。たださすがひるき健二ヘッドコーチ、彼らはですね、5月の1日が B3 のレギュラーシーズン最終戦だったんですけども、そこから今日まで、かなり長い準備期間がありましたんで、その中でこうアルティリ千葉、今シーズン4度の直接対決やってますが、その対戦結果を受けていろんな工夫をですね、この準備期間の中でやってきたことを感じさせられた、トライフープの岡山のチャレンジだったと思います。結果は悔しい結果だったと思いますが、決して今彼らができることは見せてくれたゲームだったんじゃないかなと思います。最後のハードルでヒルケードコーチがかけている言葉が少し中継通し聞こえてきたんですけど、現役時代を知っているだけに彼がね、選手たちにこうどういう思いでこのシーズン接してきたのかっていうのがちょっと胸にくるものがありました。いいもん見させてもらいました。ありがとうございます。B2 ファンブースターの皆さん、ご注意ください。アルティリ千葉が来シーズン B2 に来ます。ということはですね、皆さん、藤本浩太、杉本圭、この2人の選手ぜひ覚えておいてください。危険な選手が、B2 に飛び込んできます。特にですね、藤本浩太選手の場合はもうおなじみの方も多いと思うんですけども、今日17得点、そして杉本圭に至っては24得点の11アシストダブルダブル、この大舞台、一発勝負の決定戦でダブルダブルをお見舞いしてしまうっていう杉本圭の恐ろしさ。彼は今シーズン B1 昇格を決めた FE 名古屋で7シーズンプレーしています。その杉本選手が、移籍をこのアルティリに決断したということは本当にすごい難しい判断だったんじゃないかと勝手に想像しています。移籍した元の FE 名古屋は B1 昇格を決めた、それだけに杉本選手自身も絶対ここで B2 昇格を決めるんだという気持ちは人一倍強かったんじゃないかなと、そういう思いが全てこのゲームに出せた24得点11リバウンドのダブルダブルだったんじゃないかなと思います。もう圧巻のパフォーマンスでした。 B3 全体でいくとですね、今シーズンはアイシンアレオンズが、活動を終了するというニュースもありました。長く実業団時代からB3 のカテゴリーを盛り上げてきた、アイシンアレオンズが活動中止、活動終了ということで、B3 の環境はまた大きく変わると思います。その中で今日このゲームで得たものがトライフープ岡山にとってはまた違う来シーズン糧になったゲームだったんじゃないかと思います。またこの入れ替え戦のステージがではない形でもきっとですね、今日応援してきた方多いと思います。トライフープを一発岡山が見せてくれるんじゃないかと思ってた方きっと多いと思いますので、来シーズンですね、また
違うシーズンで岡山が、B2 の壁をよじ登ってきてくれるんじゃないかなと。井口さんですね、なぜか多いんです、こういう入れ替え戦とかですね、残留プレーオフ、こういう特別なゲームが多いんで、まあ、結構もらいがちなんですけど、もう心境的にはもうトライフープ岡山を応援したくなるような、ファイトを見させてもらったと思います。っていう方は今日ご覧の方もきっと多かったんじゃないかなと思います。昇格したアルティール千葉はですね、来シーズンまた B2 に波乱を巻き起こすかもしれませんし、今度は B2の、他球団からのスカウティングにさらされますんで、こんなイージーなシーズンにならないんじゃないかなってことも、いろんな声があるんじゃないかなと思います。今日はですね、この、入れ替え戦の前には B1 のファイナルゲーム1も行われた、興奮が冷めやらない環境の中、個人的には、当時の栃木ブレックス時代にブレックスで、チャンピオンリングを持つ男、岡山の前村雄大選手が注目選手としても挙げてさせてもらったんですけど、きっとブレックスネーションの人たちも前村選手の応援をしたと思います。でベンチから登場だったんですけど、何度かいいシーン見せてくれました。個人的にはそういう、ブレックスの方たちが思いを持つ前村選手の活躍、自分も期待してましたし、最後ですね、ちょっとわからないんですが、長谷川選手がコートに立った時にちょっとわざわざ、ヒルケドコーチタイムアウト使いましたんで、ひょっとするとそういうコートに立たせたいとかっていう何かメッセージがあったんじゃないかなというのを、勝手に勘ぐっちゃいました。ということで、ゲームはですね、点差は開きました。ただ、こういう一発勝負でいろんな人たちの、運命や、今後をこう左右する影響の大きいゲームを担当させてもらって本当に光栄です。点差以上に、いろんなものをいただいた、B2 昇格決定戦だったと思います。5月の1日レギュラーシーズン終了からですね、本当にアルティリ千葉岡山、聞くところによると、練習試合をしたくてももう各チームもうシーズン終了しているので、もうチーム解散してしまってますので、練習試合スクリメージもすることができなかったと聞いてます。そんな中でもこういう今日は2400人のお客様が集まってきましたけど、素晴らしいファイトを見せてくれたんじゃないかなと思います。改めて両チーム選手関係者の皆さんに敬意をしたいと思います。明日は B1 ファイナルのゲーム2です。またこの岡山対アルティール千葉が残した、熱戦の要因をまた明日の B1プレオフ、B1 チャンピオンシップ、ゲーム2に、持ち越してくれるんじゃないかなと思います。ということで、井口さんの、B3 クイックレポート、B2 昇格決定戦は以上でございます。いいもん見させてもらいました。ありがとうございます。バイ。センキュー。